皆さんこんにちは。9月7日、ジャニーズ事務所が創業者ジャニ喜多川氏の性加害問題について記者会見を開きましたが、その中で東山紀之さんの虚言が目に余ると、過去のジャニーズ事務所をよく知る人物から数多く批判の声、証言が上がっています。そのような経緯でジャニーズ創世期のメンバーに注目が集まっている現在ですが、今回はフォーリーブスの一人、青山隆さんについてご紹介いたします。青山隆さんは小学校4年生の時に父親の仕事の都合で佐賀市高木瀬町から川崎市東渡田へと移り住みました。学校での成績が優秀だったため、小学校の校長先生の推薦により東京都港区高輪にある私立男子校の高輪中学校に入学。青山さんはここでも優等生でした。中学3年生の時に東京音楽学院に合格。特待生として奨学金をもらいながら1967年まで在籍。スクールメイツにも選抜されました。1967年、ジャニーズ事務所に入所。その経緯について、ジャニーズ事務所に1週間通い詰め、その熱意と根性を認められてジャニ喜多川氏より入所を認めてもらったというストーリーが作られて世間に発表されましたが、実際の経緯はむしろジャニ喜多川氏の方から青山さんをスカウトしたというものでした。ジャニ喜多川氏の青山さんの寵愛具合は半端ではありませんでした。1988年に同メンバーの北浩二さんが性加害を暴露していますが、その内容は婚姻、スマタ、性交、北浩二さんがされる側とありましたが、青山さんはジャニ喜多川氏に挿入もしていたと言われています。される側はクリームを塗りさえすれば誰でもできてしまいますが、ジャニ喜多川氏相手に勃起を維持していないとできない。挿入ができるメンバーは事務所内でもかなり稀でした。このことから仕事面でも青山さんは他メンバーより優遇を受けることになりました。フォーリーブスに加入後も雑誌の表紙で青山さんが他のメンバーよりも少し大きめのサイズで掲載されたり、グループからの抜粋メンバーとして雑誌の表紙やピンナップ付録に採用されるケースが非常に多かったようです。そしてソロで表紙に抜粋されたのは青山さんだけであり、グループの顔といえる立ち位置でした。1971年3月、アイドル現役当時に日本大学芸術学部音楽学科声楽コースを受験して話題となりましたが、惜しくも不合格となりました。その後も芸能活動と受験勉強を両立しながら二浪を経て、1973年4月、3度目の受験で日本大学芸術学部演劇学科に入学しました。ちなみに青山さんの歌唱力は頭一つ抜けていたようで、ジャニーズの歴史全体で見てもその歌唱力は1位だと言われています。このように受験勉強や大学への通学、作曲やアレンジの勉強で忙しかったこともあり、ソロでの活動は少なくなっていました。それでもファンからの人気は高く、当時の雑誌の表紙やグラビアにおいてもメンバーの中で一番大きく扱われることがありました。これもジャニー氏の押し出しによるものと思われます。1972年の暮れにジャニーズ事務所の第2号女性タレントで3歳年上の島田純さんとの熱愛がマスコミに発覚。その後美少では青山さんが二股交際をしていたことも暴かれましたが、島田さんと約6年の交際を経て1977年8月26日にロサンゼルスで挙式しました。島田さんとの間には1979年に女児、1982年に男児を設けました。しかしジャニー氏との行為の反動が原因なのか、女癖の悪さは死ぬまで治らなかったようで、1996年には青山さんの不倫が原因で島田さんと離婚。翌年1997年には青山さんは別の一般女性と再婚しています。しかし島田さんとの間に生まれた子供との関係は離婚した後も良好だったようで、2003年にはお二人のお子さんと3人でファミリーコンサートも実施しています。さて1978年8月31日に解散したフォーリーブスですが、
インターネット上の再結成してほしいグループの投票でフォーリーブスが1位になったりなど、再結成を望む声は常に多かったようです。そのことに目をつけた芸能事務所 F エンタープライズが、すでにジャニーズ事務所を退所していた4人に順番に打診。北浩二さんと青山さんは当初再結成に乗り気ではありませんでしたが、最終的に同意しました。しかし北浩二さんと青山さんはジャニーズ事務所との大きな軋轢がありました。北浩二さんは覚醒剤所持で逮捕され、その後ジャニー北川氏の性加害を暴露し、青山さんは事務所内の女性との熱愛、再結成の話をするために2人で事務所を訪れたところ、メリー北川さんから北と青山には敷居をまたがせないと言われたため、江木さん通りも正雄さんの2人だけでジャニーズ事務所を訪れ、メリーに再結成したい旨を報告しました。すると恥をかかせるようなことはしてくださんな、下後輩が見てるからねとだけ言われ、再結成を承諾してもらえたようです。このような経緯で23年半の時を経た2002年1月29日中野サンプラザホールにて再結成コンサートを開催。以降 F エンタープライズに所属し、往年のファンの支持を得て精力的なライブ活動を行いました。しかし2008年10月中旬に全国ツアーの構成についての話し合いが行われますが、その席にいた青山さんの体調が優れず、その翌日に病院で検査した結果、肝がんであることが発覚します。メンバーには11月後半に告げた上、その後のコンサートにも病を押して参加し続けます。しかし行われたクリスマスコンサートでは、2時間のステージのうち立っていられるのは30分程度が限界でした。それでもコンサートの度に入院先の病院を抜け出して参加していました。周りはコンサート出演を止めて療養に専念するように勧めるも、本人の強い希望で以降5回もステージに立ったといいます。なお同年9月の時点で青山さんの奥さんは、肝がん告知を受ける1ヶ月前に検査を受けた時点で医師よりもって3ヶ月と言われていたそうで、告知よりも1ヶ月も長く生きられたのはコンサートに出たいという青山さんの気力が病気を上回ったからと夫人やメンバーは考えています。青山さんは2009年1月16日に肝臓がんであることを公式発表します。しかし公式発表のわずか12日後の2009年1月28日午前7時、肝がんのため入院先の都内の病院で亡くなりました。57歳でした。1月19日には長女の誕生日に合わせて一時帰宅して誕生パーティーを開いており、元気になったら一緒にハワイに行く約束もしていました。しかしこの約束は二度と果たせないことになります。1月28日午前2時頃、青山さんの容態が急変します。同4時頃には吐血し、同7時に夫人と10歳の長女に見守られながら静かに息を引き取りました。悲報を聞いて急ぎ病院に駆けつけたメンバーの江木敏夫さんは青山さんに声をかけるも返事がないと目を潤ませていました。前妻とのお子さんは息を引き取る際にはいませんでしたが、2人のお子さんのうち息子さんは城下一という名義で歌手活動されています。ジャニーズ一の歌唱力と評された青山さんの息子さんは、2015年に全国ツアーを行うにあたって、今はどうしても青山隆の息子と見られますが、それは運命、しっかりと受け入れながらロックアーティストとして自分の信じた道を進んでいきたいと心境を明かしていました。また末期がんを宣告されながらもステージに立ち続けた青山さんの姿は忘れられないとも話していました。亡くなる3ヶ月前、ディナーショーの楽屋で鏡をじっと見ながら、俺の顔なんでこんなになってしまったのかとつぶやいていた。それでもステージでは見事に歌い切る、俺の親父はやっぱりプロの歌手だったんだと素直に思えた。また2014年に結婚した時にも、親父のような尊敬される父親になりたいとその覚悟を語っていました。このように青山さんの背中を幼少期から追い続けていた城下さんですが、現在は YouTube チャンネルも運営されています。そんな中で友人の
メイクイットタカさんとの対談動画には衝撃の発言があり話題となっています。メイクイットタカさんはジャニーズ事務所に所属していたこともあったそうですが、事務所では反町隆史さんと同期だったと話していました。なんと反町隆史さんは岩城浩一さんの隠し子であるという暴露もしていました。岩城浩一さんは20歳の時に結婚しており、子供は彼女との間に生まれた娘さん一人ということですが、どういうことなのでしょうか。結婚した後に不倫してできた子供が反町隆史さんだったということでしょうか。反町隆史さんの両親について調べてみたところ、確かにその情報は全く出ておらず、シングルマザーであった可能性もあると考えられます。またメイクイットタカさんはジャニー氏の性加害について昔からあったとし、それが嫌でやめたとも発言していました。このメイクイットタカさんの発言はネット上で大きな反響を呼んでいましたが、ジャニーズサイドが性加害について認めたので概ね真実ということで間違いなさそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。